今この時代に和の家を建ててるってことやもんな。ちびすけが椅子に座ってる。どういうあれなんやろうな、その意味的には。壊すのにもお金かかるし、誰も住まへんし。うん、綺麗。この電源風機やばいな。これめっちゃ綺麗。ずーっと田舎田んぼシャープ109。山のふもとやな。うん、のちょっとしたひときわなし。なし。向こうも山がある。山と山間、間だな。こっち行けるけど怖いな、この山の中。ちょっと怖いな。これはちょっと無理だ。行く？いらない。こっち何がある？住宅っぽい。なんか昔ながらの住宅街が。ポツポツ。立派な家やな。綺麗。めっちゃ綺麗。うん、すげえよな。うん、今この時代に和の家を建ててるってことやもんな。ああ。この家もなんかピッチリしてるし。家建てるならどっちがいい？和か洋？うん。そりゃそうか。中は洋かもしれない。見た目も洋かも。普通今風のな。うん、今風の。なんか奥にちょっと廃墟みたいなのがポツポツってあるな。すげえや。なんかすげえ。なんかあれみたいな、遊郭の通りみたいな。そう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 、めっちゃそう。田舎の住宅街って感じやな。うん、でも店、工場、店みたいなのあるのかな。電気屋さん、昔の。ああ。松下電工ってことはパナソニック。パナソニックって書いてるよ。カッコつけたやろ今。うん、怖っ。あ、駅工事。違う違う、ちびすけが椅子に座ってる。あの人のサイズにしたらちょっと椅子でかいけど。確かに。なんか商店跡みたいなのもあって。うん、何屋さんや。これはタバコ？タバコ屋さん。え、こんな大きいタバコ屋さん。中になんかスーパーみたいな感じ。それ、それやな。人おるのかな。車はあるけど。今もこう綺麗。うん、めっちゃ綺麗よ。ここすげえな、電源風。行きたいよ。電源。神社発見。ああ。向こう神社。マジで。向こう。これ多分人の土地やな。さすがに。こう綺麗。めっちゃ綺麗よね。ここもすごい。シャーキン目の前で。確かに。これすごいな。すごい。
埋め込む。これどういうあれなんやろうな、その意味的には。こういう難しいな、昔の家は作りは。昔、あ、でもこっちは旅館？居酒屋で床屋もあるし、めちゃくちゃ町だったんじゃん。うん、ここ町かな。料理屋、京都公認、港区、いい地元の神様に挨拶し行く。それ行こう。やってるやん。結構綺麗。カットしまう？あ、もうどうかな、どうかな。あらか。でもさ、あれが、その、僕も友人出たけど、あれが翔太さん。イニガじゃなくて。それ、イニガちゃんイニガ。アラガさんがここら辺を仕切ってる。ブランコ、そのブランコの後ろの建物すごいな。こういうのやっぱ壊すのにもお金かかるし、誰も住まへんし、うんうん、で結局ほっとくんやろうな。まあな。でもまだ生きてんな、このブランコ。このブランコは生きてるで。立ちこぎしかできひんか。鎖は綺麗やもんな。うん、だからまあ安全性はある、うん、この木ごっついな。っていうかさ、クマ入ってんじゃん。ボールが一個、なんか空洞、空洞じゃ開いてるし。ディズニーとかで出てくる喋る木。ああ、うんうんうん。あんまこんない。急に迷い込んだのかい？森で。大人には普通の木やけど、子供だけに。急に迷い込んだのかい？何木とか、そういう喋りだった。前の動画でも言ったけど、やっぱ神社に。特有のあの細長い木が、しかも高いやつって決まってる、決まってる、ルールがある。へえ、ありがとうございます。こっからはいけそうやな。うわすげえ、ここすげえな。あ、地打つぶし。うわぁ、これぐっ、すごいっしょ、すごいっしょ、気持ちいいっしょ、すごいな、これは。これすごいっしょ、めっちゃ綺麗っしょ。もう綺麗、この田園風景やばいな。ずーっとこれ、これでもほんまにな、視聴者見るやろこれ。実際これ太陽沈んでいく様とかもあるから、こんな感じで終わる、こんな感じで終わろうか。